ということで、今日ちょっといろんなもん食べていくね。まず今日の朝中途半端に食べてたドリア今日の朝ごはんのドリアを中途半端だったので食べます。うん、ちゃんとチンした。あったかいのがよくて。もう本当ドリアはあとちょっとだったから、ちょっとです。いや、朝これ以上食べたらお腹いっぱいすぎる、お腹無理だなって、動けなくなるなって思ったからやめた。さすがに仕事行く前に動けなくなっちゃダメじゃん。リンゴ全然見えない。全然気づかなかった。全然感じなかった今。
よし、続いてのご飯はなんかイカがあって美味しそうだったからイカを食べます。うん、うまっ。今日初めて劇場公演行きました。アルピオン最高に可愛かった。嬉しい、ありがとう。イカと天丼があるけど、ちょっとイカ後にしよう。先天丼食べよう。公演中は咳しなかったね。だってバレてない。めっちゃしてたのバレてない。揚げ物最高。ヒョンちゃんに優勝願ってもらうと必ずいい席行けるの。面白い。やめて、やめて。おかしいでしょ。え、バレてないとかあんの。本当に私のこと見てた。あの距離で。逆に、すごすぎ。私は気づいてたかも。いや、かもの意味が分からんし、後出しじゃんけんだし、嘘じゃん。うん、お越し会で人生初劇ビーホテル劇場でハルピョン一番良かったって言ったわ。またまさか劇場に日曜日行きます。やったじゃん、待ってます。これなんだろう。イカの天丼。イカだった。
インスタさっきあげました。ぜひ見てください。明日17、後で見て。なんか今日エビマヨ弁当だったんですけど、なんか衣が微妙で、微妙だった。なんかね、微妙だった。うん。明日の朝食べよう。さつまいもとイカ、間違えた、エビ。衣が残念だとさ、残念に感じるよね。大変だな、一日。
かすごい振り回される明日。みんなもだよね。ありがとう。本当に。あ、全然錦糸町より劇場優先してください。うん。全然あの寂しいとか思わないから大丈夫。うん。まあ平日だしね、普通に。まあみんな発売日だから開けてるとは思うが、明日なんかよくわかんない、もう何このスケジュール助けて。なんか絶妙な空き時間がいっぱいあるね。やだな。イカモンも飽きちゃった。今日はプリンがあるのよ。昨日の握手会で差し入れでもらったプリン、それ食べなきゃ。イカと天丼は明日の朝でもいい、
夜は星屑テレパスですね。なんかめっちゃ赤いんだけど、人差し指だけ。あ、全然赤く、あんまり赤く見えないけど、こうやって見たらめっちゃ赤いの。かゆい、虫刺されるかな。でもなんかポンポンに腫れてる感じはないんだよね。なんなんだろう。熱はちょっと持ってる。虫刺されかな。昨日の、ん？今日の朝とかかな。から。ちょっと赤みが。出てきています。気持ちかゆいのかな。わかんないよ。多分かゆい。星屑テレパスのグッズは下までです。ほらちょっと赤め、気持ち赤いね。多分虫刺され。ぜひゲットしてください。トモコ漏れてます。トモコ明日髪型どうしよう。配信ドラマの髪型じゃなくてもいいと思うんだよな。うん、多分ね。まだちょっと聞いてみないと分かんないけどさ、だってさ、ドラマの髪型だったらさ、いとももと真帆ちゃん絶対超大変だから、多分明日は大丈夫だと思う。僕の太陽公園ありがとうってツイートしてない。トモコには会えないよ。トモコには皆さん会えませんよ、残念ながら。今日はカトレナさんが来てくださったんですけど、カトレナさんに写真撮ってくださいって言って写真撮ってもらったんですけど、まあありがたいじゃないですか、ありがとうございますっていう話してたりとかして、で ありがたいなって思ってたら、ハルピョンだよねって
言われて、はいみたいな。なんかゆいさん、横山さんと仲良かった、あ、そうです、嬉しいと思って、そうですって言って、そう、現役時代は本当に全然喋ったことなくて、でなんか、え、痩せたみたいに言われて、いや全然10年間変わらずです、全然変わってないです。めっちゃみんなに言われる、すぐに痩せたって聞かれるんですけど、あの本当に痩せてないんですよ。本当に皆さん前回と会った時からマジで変わってないんで私基本と思いながらいつもそう、いや痩せてないですって言うんですけど、で、あの、マジ細いねみたいな、めっちゃ褒めていただいて、そうで今どんぐらいだっけみたいな、そう聞いていただけて、あ、11年目です、あ、みたいな、くるみより、あのくるみよりやってますみたいなあ、ってなって、え、若いみたいな聞かれて、まあね、そりゃね、今このねアイドルやってますから、まあ、若い、24ですみたいな、あ、意外とみたいな、そう話をちょっとさせていただいて、でも大丈夫、私も25で辞めたからまだいけるよって言われましたはい、心強い、心強い先輩のお言葉。まだいける、まだいけるっぽいです。よし、まだいけるっぽいです。だ、ちょっと待って、写真何にしよう、まだ頑張ります、トレナさんとの写真、え、今日の集合写真送ってください、スタッフさん、もういいや、 AKB の公式ツイッターから拾うもう遅いから、公式ツイッターから拾います、もういいです はい、ツイッターから拾うと画質はもう悪くなるけど、もういいやんって感じ。だって届かないから、下押したから、
平田ちゃんとの写真も。載せたい。ツイッターからね拾うと画質落ちるけど、まあ別にいいよ、もういいのね。無事平田ちゃん初日迎えれてよかった、お疲れって終わった後に言ってたら終わりましたって言ってた。緊張するよそりゃ。19期どうだろうね、わからないです。出れる子が増えることはいいことだけど、まずそこミラじゃない？研究生公演、まあ、17期が出てるから研究生公演って今言えないけど、若手公演じゃない？まず先に今日のゆきちゃんには満点をあげてほしいです。だっていや、あの本当点数つけれるような立場じゃないんで私はい、全然点数つけれるような立場の人間じゃないんで点数とかないです。出たのが偉い、覚えてくれてありがとうって気持ち、すごいアイスいっぱい。 A ダッシュさんありがとう。私の個人的ハイライトは今日夕日を見ているかで、あの2番のサビ歌うところで、なんか普段やっぱ先輩とかと最近公演、あ間違えた、後輩とかと公演をする機会がすごく多かったから、なんか先輩に囲まれてた瞬間が一瞬あって、ゆいりさん、おんさん、私、さほさんっていう並びの瞬間があって、なんかちょっとすごいなんか最近ちょっと先輩感出さなきゃみたいな感じでね、ちょっと頑張らなきゃみたいな気持ちになってたけど、なんかその瞬間そのところがすごい自分の中では、あ安心だな、落ち着くなと思って、なんかやっぱなんだろう、なんかねやっぱ自分が後輩でいれる安心感ってすごいあるし、特にその3人って本当にすごくなんだろう、任せられる、なんか頼りになる、頼りになりすぎるぐらい頼りになる3人の先輩方なので、すごく落ち着きましたねはい、うん、そう、私にとってはすごく
幸せな時間でした。ぜひオンデマで映ってるか分かんないけど、ニサビ、夕日を見ているかのニサビです。私ステージで歌ってる時は涙出ないのよそう、てか僕単位自体マジで3週間ぶり、久しぶりすぎてなんか楽しかった。僕単位やっぱ大好き。やっぱ広いからね広いからね、広い、8人。そう、ゆいり、オッケー、よし、ツイートしましたので、でこれにリプでドボンタイムしますってやって、そうドボンをしなきゃと思ってツイートしようと思って、あツイートしてないってなってツイートしようと思っているんです今すいません。なんで結局はドボンをしなきゃっていうあれです、私の中で。ハッシュタグとドボンタイムします。時間、これもねドボンタイム、お仕事の一環ですからAKB48 みんなやってんのか知らないけど、独り占めまだなくなってないよねこれって、まだやってるよね。残業？ね、やめて、残業とか言わないで。残業とか言わないで。
サービス残業とか言わないで、本当に言わないで。プリン持ってこよう。待って、でもイカもう一個食べたい気分。そんなん配信だって残業って言われるの、うちやめてもらえる。配信も仕事か。残業ってむずい。メイク道具置いてきたんだよね、劇場に。いいのかな、まあ、いっか。え、てか明日、え、寒いんだっけ。寒いのか、今日と同じぐらい。じゃあこっちにしようかな。洋服2個迷ってたんだけど、こっちにしよう。でもうちら室内だから多分さ寒いよね。まあ、言うてもでもそのなんていうの、なんか長袖とかじゃない、そのなんかタンクトップっていうか、なんていうの、肩キャミ、うん違う、肩が出てるか出てないかです。ちょっとプリン持ってきます。
ゃんありがとう。いいえ。じゃん。ジイチロープリン。うまそう。はい、失敗。飽きません。カラメル失敗しました。最悪です。ショック。なんか飽きそうな。よし、開いた。うまそう。見てこの幸せな。え、今日16日ですよね。うん。一瞬不安になった。カラメル多かった。苦っ。固め。これぐらい。固めですね。ちょっと私スタンプ買おうと思って、買ってない、買うんじゃない、交換しようと思って、今持ってるデッキのスタンプと。ちょっと一旦
セットします。なんかこれぐらいの気温いいな。死ぬ。死ぬ。急に来た。多分大丈夫。うめん。無事生きてました。今日いただいたプレゼント紹介。今日はなんか黒い袋をもらいました。怪しすぎ。うん、パタゴニアって書いてある。すごっ。先手紙読もう。何か分かっちゃったけど。すごっ。パタゴニアさんからじゃないです。違いますよ。おもろい。パタゴニアさんから届いてたらおもろい。
そしてなぜかえピが3つ届いたんですけど怖い怖い怖い、もうどれだけでもピつけれるじゃん。今ピつけてるけど、なんで？怖いんだが、こんなにピやっていいのかな。え、怖い。まあでもね、どれだけでもね汚せるってことだ。替えはいっぱいある。ストック。ありがとう。いっぱいストックします。ようやく3つ揃ったからプレゼント、ようやくの意味がわからんようやくの意味があんましわからんけど、まあようやくね、ようやく揃ったんでプレゼントありがとう。パタゴニアキャップかわいい。なんかあーやばい、本当に良くない。やばい、ちょっとちっちゃくしすぎた、さすがに無理だった。あ、対戦ありがとうございました。だって今来てくれた人だ、ありがとう。こちらこそ死ぬ、ほんまに死ぬんだが、パタゴニア行った時にさ、そのねお店なんか買おうかなって思ってキャップ見たのよ。でもまあいい値段したからさ、そう可愛いキャップあったんだけどさ、いい値段したから買うのやめたんだけどさ、可愛い。ありがとう、めっちゃ可愛い、色も可愛い。つばなが広め。お、ピョンズ。ピョンズ出会った。嬉しい。今鏡あっちにあるから見えないけど、かわいい。今度パタゴニアさん行くときこれかぶろうか。え？みたいな、え？どこで？え？みたいななるよね。あれ？みたいな、え？自分の店舗で買いましたっけ？みたいななりそう。あ、みたいな顔しとこう。ピョンズ対戦、私勝利、嬉しい。なんかこのピの話に戻るんだけど、ピつけてると大体聞かれる、え、なんでピなの？ピョンのピですって言ってる、いつも。
い出して。半に終わろう。再生ありがとう。ハルピョン上がってくれて嬉しかった。よかった。完食。この後お風呂に入って寝ます。明日は錦糸町前と錦糸町後に配信できるかなって感じかな。ちょっと場所はあるんだけど、そこそのなんていうんだろう、錦糸町の終わり時間次第っていうのもあるかも。場所はあるんだけど、ね、うん、夜ね、わかんないからさ、そう、何時に終わるかとか、だからちょっと夜やるよって言えない。配信がね、8時開始でしょ。終わって、お疲れ様でしたって言って、何時にうちら帰れるのみたいな。メンバー40何人いて、だからちょっとこの時間って言えないです。この時間に夜やりますって言えないから、そう、40何人一斉に着替えれるわけでもないからさ。だから着替えもあるし、明日本当にどうしよう、髪型迷ってます。あの配信の時、そう、もしもドラマと一緒じゃなくていいよってなったら、なんかドラマ以外の
あの服装でドラマ以外の髪型できるのって限られてる、限られてそうだから。そう、迷うな。てか普通にドラマの曲のあれやばいな、振り起こし、振り起こさなきゃ。んと聞いた君は宇宙人、みんなとはどこかが違う。何にしよう。そう、基本的にあの制服を着るときはあ、間違えた、ハートじゃない、間違えたあの制服を着るときは遠藤智子ちゃんの時だから。そう、三つ編みだったんですけど、でも明日は橋本春菜ちゃんでいいので。ただまあさ、ほぼさ制服だからさ、なんかそんなさツインコロネとかマジで似合わないわけよ絶対。ハーフツインとかかな。まあ周りが何やるかにもよるけど。考えます。でも2つ系がいいなとは思ってる、星屑テレパス第4話見てねーってツイートしよう。第1話どこだ、第4話か。第4話今日放送見てね。私が出るときは全そのもう大々的に言いますね。
これがラスト対戦になりそうだ。え、っていうかあの星屑テレパス MV あるんですか？初めて聞いた。だから多分オフショットとかが使われてんのかもしれない。オフショットっていうかドラマのシーンとかが多分使われてんのかもしれない、もしかしたら。うん、ドラマ選抜って書いてあったから一応出てるんじゃない。あ、もう一対戦やっちゃおう。ちょっとすぐ終わったから。多分明日の19時からなんか見れるらしいんで、ぜひ。遠藤智子の橋本春奈を見れると思います。え、なんかね、見れるよみたいな書いてありましたよね。19時からプレミアム公開みたいな。撮影した記憶はないです。私がいないところであったかもしれない。それは泣いちゃう。まあ逆にね、いいけどね。不遇すぎる橋本。うん、逆におもろい。逆に話題性。ごめんね、またドボンするよ。ということで、おい。皆さんありがとうございました。ドボン。ちょうどハート綺麗になくなったね。え、またちゃんと MV 撮りますって言って MV ちゃんと撮りたい。またうん、いや多分出てるんじゃない。そのドラマのオフショットが多分出てると思います。だから出てると思うよ。ハルピョンもきっとね、そう信じて。え、長谷川ニーナちゃん、もう待って、これ言っていいのかな。まあ卒業したメンバーの名前別に言ってもいいか。長谷川ニーナちゃんが急に流れてきたショールームで。で、卒業したメンバーの名前言う分には問題ないですよね。まあでももう一般の子ではあるからいいのかな。え、チャケもいるやん。おもろい。今なんか配信してるみんな。もともとこの子ショールーム得意っていうか、ショールーム好きみたいな、ショールームめっちゃやってる子だったみたいだからね。やばい、かわいそう喉。チャケはほぼ毎日。あ、そうなんだ、すごいじゃん。ということで皆さんありがとうございました。またいつだろう。明日はとりあえずその錦糸町前
に1回配信できるかなっていう感じかな。錦糸町後はちょっとわからない、時間によってって感じ。錦糸町のあのそのイベントが何時に終わるかにもよってって感じなので、よろしくお願いします。ということで、私はこの後お風呂に入って、あ、まずピンときたの振り起こしてお風呂に入ってぐっすり寝たいと思います。それでは、あ、久しぶりの僕対楽しかったランキングいきます。1位 A ダッシュ、16日は誕生日、あとピョンズさんおめでとう、ハッピーバーおめでとう。2位、今日の公演最高で楽しめた鉄道のエイト、あとピョンズさんありがとうございます。3位マジックさんありがとうございます。4位トラックヤロアットゴリさんありがとうございます。5位哲也とハルピョン大好きありがとう。6位バンボシさんありがとうございます。7位マジカのバナナと沼ぴょん本編制作中、どういうこと、怖い、なんか作られてるんだけど楽しみにしとこう。8位、ハルピョンの笑顔を見るとホッとする竹兄さんありがとうございます。9位マジありがとうございます。10位ともゆきさんありがとうございます。11位あちゃこちゃんありがとうございます。12位長月さんありがとうございます。13位おまめさんありがとうございます。ということで、皆さんありがとうございました。また明日劇場等錦糸町等で皆さんとお会いできたらなと思います。そして、え、明日現地行けないんだよっていう方もぜひ8時からの生放送ご覧ください。あのドラマ選抜として、星屑テレパスのドラマの主題歌になっているピンときた歌唱させていただきます。ぜひ見てください。それでは最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、うさぎのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで8084盛り上がりの皆さんにきっと期待がお届けしちゃった山形出身ハルピョンこと橋本愛奈でした。それではおやすみなさい、ありがとう、またね、バイバーイ。